自分の得意で好きなことが役立てそうな仕事ってどんなのがあるんだろうって。大学で勉強するのは、実際仕事をしていた時にはあまり知らない分野だったので、新しいことを知れるの楽しいなって。マーケティングに関連した仕事を少ししてみたいなって。結婚や出産などで仕事を辞めた女性たち、いつの年齢でも学び直しをして、そこからまたこう進んでいけるんだっていう。今注目される女性のための学び直し、その現状を取材しました。おはようございます。大阪府内に住む北川陽子さん36歳。およそ3年前から京都に本社を置く人材派遣会社オムロンエキスパートリンクで働いています。いつもの本店の確認といったところになります。状況を確認していきたいなというふうに思っております。一社も選択せずに全社拒否してコラボ終了した場合の動きなんですけれども、この日は新しい経理システムを導入するプロジェクトチームのミーティング。ちょっとかなり締め切りも迫っていて、小池さんすいません、結構まずいです。プロジェクトチームの一員として活躍する北川さん、実は2人の子供のママでもあります。北川さんの勤務時間は午前9時から午後5時までの8時間。この時間内でミーティング調整してくださったりするので、在宅勤務にして通勤時間を勤務時間にっていうこともさせていただいているので、調整はしやすいかと思います。今生き生きと働いている北川さんですが、仕事と育児の両立が難しく、これまで4つの会社を転々としてきました。その状況を変えたのがリカレント教育です。リカレント教育とは、仕事で求められる知識やスキルを磨くことを目的とした社会人のための学び直し。こういう働き方してこうならないとって思ってたんですけど、リカレントでいろんな働き方とかいろんな方がいるんだっていうのを知れたことで、いろんな選択肢で見てみようかなっていうちょっと気持ちが楽になりました。北川さんが学んだのは京都女子大学のリカレント教育課程。2018年にスタートしました。自分らしさって、自分らしくってどういうことですかって聞かれたら、皆さん答えられますね。教室にいるのは20代から50代までの17人。この日は自分自身のことを知るをテーマに授業が行われていました。得意か不得意かに分けてください。伝達するや計算するなど、自分が得意なことをカードを使って整理、そしてそれにまつわるエピソードを発表します。不動産会社の事務をしていたんですけれども、その時に契約書類が揃っていない方がいらっしゃって、日本語が難しいってことだったので、大きい字でお手紙書いて送ったりとか、小学校低学年の子どもたちと日帰りでキャンプだったり、3泊4日とかで行くボランティアをしてたんですけれど、どういうところに行ったら喜んでくれるのかな。一見スキルアップには関係ないように見えますが、履歴書作成や自己 PR の質を上げるのに欠かせないそうです。誰かからアドバイスをもらって分かることもあったりとかしましたし、皆さんも様々な私にはないスキルとかもたくさん持ってらっしゃって、なんかそれに付随する経験だったり、いろんなお話聞けたのが純粋に楽しかったです。京都女子大学がリカレント教育に力を入れ始めたのは、育児が落ち着き働く時間ができた専業主婦たちの社会復帰を後押しする狙いがあるといいます。
大体見てると3年専業主婦やるともうちょっとすぐには戻りにくいんじゃないか、やはりあのブラッシュアップしてスキルアップしてじゃないと、そのままで復帰なすった方の中にはやっぱり自信を失ってしまって再び家庭に戻られるっていうようなケースもありますし、やり方とかですね、あと学び直しの真っ最中の大口玲奈さん40歳、中学1年生の娘を持つお母さんです。去年4月、東京から京都へ移り住んできました。コロナの影響で主人が18年間自営業で、営んできた仕事を辞めて、で京都で新しいお仕事を始めて。大口さんも事務職として働いていた会社を退職。家計を支えるため京都で再就職を試みますが、現実は甘くなかったといいます。ハローワークへ行って、どんな求人があるのかなっていうのをご紹介いただいたんですが、40歳なのでやっぱりこう再就職となると年齢の制限だったりとか、自分のスキルが、ちょっと応募条件に見合っていなかったりとか。そんな大口さんが見つけたのが大学での学び直しです。今は勉強しながら家事もこなす大忙しの日々。とにかく時短です。時短準備はできてる感じ。そうですね、だいたい前の晩に朝お布団をして、でゴミ出しをして学校に行って、帰ってきてから洗濯物を取り入れて、お布団取り入れて、毎日勉強で寝るのは深夜2時半、お弁当作りがあるため起きるのは朝6時半です。大丈夫、分かんなかったら教科書をガイド見たらいいよ。教科書も大丈夫、最近やったことだから。そんなお母さんの姿、娘さんにはどう映っているのでしょうか。大学に通うって言われた時には最初びっくりしたんですけど、自分から取り組もうと頑張っていて、私はどっちかというとダラダラして面倒くさいって思ってしまう方なので、すごいなって思います。お母さんどうですか。娘さんすごいちゃんと見てくれてますね。そうですね、なんか舞い上がってちょっとなんかふわっとしました。総務省の統計によりますと、就職を希望しているにもかかわらず職探しをしていない女性は198万人。そのうち3割以上が適当な仕事がありそうにないからと回答しています。この女性たちが社会に働きに出ることで労働力不足の解消にもつながると竹安学長は話します。何よりも日本社会の未来の問題なんだと、それを解決するのにあなた方の力が必要なんだっていうことは、社会的な意識を持っていただくっていうことで必ずお話をしていることなんですね。京都女子大学の再就職支援コースは半年間、英語や簿記、パソコン操作など実践的な講座が用意されていて、対面とオンラインで毎日2科目程度を受講します。京都女子大学で学び直し、希望する企業に就職することができた北川さん。やりがいを持って働き始めたことで夫との関係もいい方向に変わってきたといいます。やっぱりそれなりにしっかり仕事をして給与が大きいということは、言うたら家庭内にすごい貢献してくれているわけなので、そういった意味では働く時の気遣いといいますか、そこはちょっと自分も変えていかないといけないなと思って、お迎えだから頼みやすくなってきたんですよ。
なんか前はちょっと悪いなと思ってたんですけど、まだちょっとこう言いやすくなってきました。改めて大学で学び直すことの魅力を聞いてみると、家庭からやっぱり仕事に出るってすごくハードルが高いと思うんですね。生活が変わるので。ただリカレントを挟むことによって仕事じゃないけど勉強するっていうので外に出るっていう習慣つけるのと、あとやっぱり再スタートする仲間がいるっていうことの大きさはお伝えしたいなと思います。